ハリオシギは、チドリメシギ科に分類される鳥類の一種である。主にロシアのシベリア地方で繁殖し、冬はインド、東南アジアへ渡り越冬する。日本では、春と秋に各地で旅鳥としてトライするが、数は少ない。ただし、中時シギ、王子シギと告示しているため、混同されて記録から漏れている可能性も高い。南西諸島では、少数が越冬し、 また本土に比べて観察例も多い。全長約25センチメートル。体型や体色は他の自死ギ類と似ており、特に中自死ギと酷似する。体全体は黒褐主食と高化主食がまだら状に混じっている。他の自死ギ類と比べると尾が短く翼を閉じた時には尾葉の先端は翼の先端よりわずかに突出する程度である。尾葉は 通常26枚だが22から28枚の例もある。お葉の外側6から8体は針状で細い。非繁殖期には水田や湿地、草地、湿地などに生息する。単独もしくは数羽で生活する。繁殖期には草原などに生息する。植生は動物食でくちばしで地表をつついたり地中に差し込んだりしながらミミズ類や昆虫類を捕食する。 地面のくぼみに映像し、産卵数は普通4卵。放卵日数は約20日で、メスだけが放卵する。鳴き声は、ジェ、または、ジャ。足し木とよく似ており聞き分けは困難。ありがとうございます。